アメクスチャンネル始まるよ。はい、本日もですね、やってまいりました。エビ取り、まずエビ取りですよね。今ね、7時過ぎかな、半ぐらいになるのかな。まだ水のね、引きが悪いんで、カニの方は後で、取るとして、とりあえずね、エビちゃんですね。それでね、二日前にね、余った、なんだ、これカニカマ余ったんですよね。これをね、まあ、再度使おうかなって。で、今回はね、持ってかれないように、これ、みかんネット、これに入れます。それとね、コメントでね、瓶胴がいいんじゃないかっていうね、コスモね、教授、で、今また仕事帰りなんでね、あんまりないんですよね、材料が。それでね、ペットボトルがね、車の中にあったんでね、即席でね、作ってみました。これにね、中に、網に入れたカニカマをぶち込んで、取っていきたいと思います。どうなんだろうね、いるのはね、絶対いるんですよ。あとはね、僕の取り方だけですよね。ちょっとね、頑張りたいと思います。早速準備していきます。はい、とりあえずね、できました。これですね。で、これを中に入れて、カニカマちゃんをね、で、これで、蓋をね、していきたいと思います。こう、うまいこといかんな。こうか。うん。こんな感じっすね。そうしたら、こっからね、スル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 エビが入ってですね、ね、こん中満パンになる予定でございます。ちょっとね、あんまりね、奥深く入れてもしょうがないんだよな。手前にいると思うんだけど、ここら辺の岩にね、あ、水がまず入んねえとダメだな。やべえな、これ。水入んねえじゃねえか。ああ、入った、沈め。うまいこといくかな。沈まねえじゃねえか。これ石入れなきゃダメか。うん。まあ。ねえ、なんかね、波乱が、あ、沈んだ。よし。よし。これで、まあ、こんだけね、沈めばね、エビちゃん入ってくるはずなんですよ。今ね、エビが確認できるかっていうと、あれ、いねえな。いんのかな。わかんないっすね。今、見てるんですけど、エビの姿が見えない。また負のパワーが炸裂なんすかね。いないな。いねえな、マジで。まあ、多分ね、いるとは思うんですけどね、隠れてるかもしれないですね。とりあえずね、まあ、放置しておきます。ね。で、10時、あと1時間か1時間半ぐらいしたら、水がだいぶ引いてくると思うんで、そしたらまたね、カニ取り徘徊でもしようかなと思います。とりあえずね、こんな感じでございます。1時間ぐらいね、かれこれ経ったかな。ちょっと、カニの死骸かな、あれな。なんだろうね。まあ、ちょっと一回あげてみようかな、これ。入ってるのか入ってないかも、わかんないですもんね。これ。エビ。入ってんのかな。どれ。あ、入ってる。少し入って。あ、結構入ってるかもしれない。そうか。ちょっと、これ。クーラーボックスにお水入れて、これ適当でいいやね。適当で。結構入ってるような気がするんだけどな。
ちょっと開けてみましょうか。これね、はいはい、ああなんか結構入ってるかもしれない。あ、入ってるよこれ。すげえ入ってる。あ、これいいな。これ見て。ああ、なんか落ちた。もう全然。もう結構エビちゃん入ってんじゃんこれ。この調子でね取ってきます。あとねもうちょっとしたら、今だいぶ引いたんで、カニですね。カニやっていきたいと思います。よーっと、ここで水を溜めといて入れればいいってことだな。そうか、手作り瓶戸、前もなんかそんなようなことを教えてもらったんだけど、全然すっかり忘れててね、今日コスモゼロ教授にですね、教えてもらってから思い出してね、作ってよかったですよ、これ。全然取れます。っていうか、沈まねえじゃんって。あ、沈んでった。この調子で取っていけたらいいかなと思います。もう、これ、魚釣りの餌になりそうですよね。いっぱいな、今日。この前ぐらいはもう、あっという間に取れましたんでね。もうちょっとまた待ってみます。ではね、カニ取りをねしていきたいと思います。今日はね網を2つ、持ってきました。なんだか見えるのか見えないのか分かんないけど、まあちょっと歩いてみますね。見えるかな？ここの下にカニいるんですよね。ちょっと見えないかもしんないね。ちょっとね、撮ってみますね。カメラを設置。あんまりいないんだよな。石ガニのちっちゃいのがね、いるぐらいっすよね。さっきからね結構歩いてるんですよ。どこ行っちゃったんだろうね。なんかさっきそこにいたんだけどな。浅瀬のところいそうなんだけど、腰が痛い。見れば絶対いると思うんだけどな。さっきはあ、ここにでっかいのいる。ここにでっかいハゼがいる。取れるかな。ちょっとやってみます。逃げられた。あれ、カニいる。ハゼはいいとしてカニを取りたいですよね。結構でかいハゼはいるんですよ。あ、超でかい。なんだあれ、ハゼだな。ウロハゼ。あ、超でかい。今光のところに
もうあれ20センチ以上あるな。まあ見とるだけでも楽しいんですけどね。あ、天秤根がかりしたんだな。これはお土産に持っていこう。結構ね歩いたんですがね、まず腰が痛いってのと、カニがいないんですよね。ちっちゃい石ガニはいるんですけど、まあ一回ちょっと、もう一回回る前に一回あげてみます。よいしょ。 いるかな。ハゼもね、ほんとでかいのいっぱいいますよね。取れてんのかな。あ、まあまあ取れとるかな、うん、ちょっと開けて。あ、意外に少ない感じ。うん、まあカニはまあ逃がそう、うん、これちょっとこう揉んでエキスを出します。ね、カニちゃんエキスで、ちょっと遠いところに投げとこう。ここら辺かな。あ、いかん。沈んでいってくれ。あ、まあ沈んでいくかな。そのうち沈むみたいなね感じです。いや、カニを取りたいんだけどね、いないんすよね。この前みたいにちっちゃいのは怒ってるんですけど、なんだこれ、ダメか。よいしょと。本当は石入れた方がねやっぱいいんだけどね。まあそのうち沈んでいくでしょうという安易な考えですよね。ああ、まあ沈んでった、まあいいか、これでいいや。大丈夫？なんか蓋が取れて、あ、取れてるよ蓋。ダメじゃん。石入れたろうかな。全然沈まんもんね。でも石入れたら石入れたで満帆になっちゃうんだよな、これ。まあ、いっか、少し石入れて、もうここら辺の石でも入れて、あとなんかないかな、いい石。ねえ、あれをやろうと思うと、あれがダメで、これをやろうと思うと、これがダメで、で、偶然いいやつがね、取れたりね、もういろいろっすよね。まあ石入れたからこれで沈む、あ、沈みそうだな。ポチョン。沈まねえ、沈まねえじゃねえかよ。もうね、なんか何やってもうまくいかないんだよね。そこに、なんでだろう。まあ、この端に沈めときます。うん、こんなもんでいいっしょ。ねえ、あ、疲れてきた。疲れてきたけど、そうは言ってらんない。よし、この石、うん、お、これぐらいならいけるかも。うん、まあしょうがないですよね。とりあえず、うん、なんとかこれで頑張ります。うん、よしと、よし。よし、とりあえず石ガニゲット。ああ、ようやく取れましたよこれ。もうね、どうしようもない、疲れた。
まあとりあえず取れたからよしとします。ね、今ねここのところにもねカニいてね、ちっちゃいんですよね、いてもね。でそこのところにもカニいるんですよ。だけど、あ、今怒ってる。あれ取れるかな。ちっちゃいからどうにもならんですよね。ちょっと今取ってみます。あ、どっちから行こうかな。結構ここはたくさんいるけど大きいのはいない。大きいの、あ、逃げてった。あ、いるわ。怒ってる、すげえ怒ってる。どっか行っちゃったかな。あ、どっか行っちゃったね。大きいのがいないんですよね。でこういうとこにもね、あのハゼ、今ちょうど光の真ん中あたりにハゼがいるんですけど、ここら辺かな。うん、でさっきからね見るとね、多分まあウロハゼでしょうけど、超でかいのとかねいるんですよ。ただね、台湾ガザミね、一回だけ見たんですけど、その杭と杭の間だったんで、タモが入んないんですよね。もう、あれが多分ラストチャンスかなとは思うんだけど、ねえ、まだ歩いてみようかと思います。なんせ片手じゃ、ねえ、撮影もできんし、あ、カニいるのかな、あれまだ。あ、いねえか。ねえ、ちょっともうちょっとなんか上達するような。ねえ、ゴロちゃんはね昨日、ハゼを釣る餌で、カニをこう興奮させといて、夢中にさせといて、そのまますくうようなね感じだったんですけど、っていうかカニいねえもんな、そのおーっていうね、ずっと見てるんですけど、もうちょっと探してみます。カニはいいんだよな、本当にでかいのがいないんだよね。あ、そこにもカニがいた。これこれこれ見えるかな、中心。こうアップアップしたら画像悪いね、見えないね。そこにいいんですよ、ここにカニ。ちょっとね、カメラ切って撮ってみます。はい、とりあえずね一応撮れました。これさっきねこのまま入れてね、あの他のもん撮ろうと思ったらね、もう一発どっか行っちゃったんですよね。これですね、石ガニ。あ、これはあったらまだまだいいかな、いい方かな。まあ、ちっちゃいですけどね。はい、とりあえずバケツに入れてきます。さっきですね、あの僕はエビを仕掛けといたところに、まあエビをクーラーボックスの中、発泡スチロールの中入れてるんですが、どうも猫がさっき寄りついてたんですよね。もしかしたらエビ食われちゃってるかもしんない。うん、ね、もうちょっとね石ガニ取ってみます。でもちっちゃい、ほんとちっちゃい。昨日みたいなビッグなやついないかなと思ってね、ちょっとまだ歩きます。ね、ほんとね探しても探してもね、チビしかいないんですよね。もうね疲れましたよ。だいぶ歩いたもんな、もう嫌になっちゃうぐらい歩いたけど、あともう一回だけねぐるっと回ってみようかなと思うんですよ、軽く。まあ、あのチビガニじゃねしょうがないですもんね、実際。いやー、参りましたよ本当に。寒いしね、なんか今あの何だったっけ、ヤッケ着てるんですけど、 T シャツに。さっきまで一生懸命やってたんから、あの
汗すごかったんですけどね、汗が引いたら今度めっちゃ寒いんですよね。もう早く冷たいビール飲みたいですよ。もう今日絶対ビール買ってこもう、もう本当疲れた。あね、楽しいんですよ、楽しいんですけど疲れたし、一人だとねこれ撮影無理だよね正直ね。なんか、なんかなんていうんですか、いて撮ってもねえ分かんないし画像で、ただ僕のでは肉眼ではね見えるんですけど、どうもねやっぱりカメラとかだと映んないですよね。とにかくいっぺんちょっとエビんとこまで戻ります。